ジャガーズチャンネル始まるよ。ジャニーズ大好きジャガーズです。じゃじゃーん。さあ今日は街でジャニーズに会っちゃったお話をしちゃいますと。以前テレビ局ですれ違った時のリアクションとか、はい、その動画ちょっと上げたんですけども、それとは違って、うん、街中で急にジャニーズの人を見かけた時の話を。これね、俺北海道出身ですけど、東京に住んでもう20何年、25年ぐらい経つかな。あの街中で東京、本当にね、芸能人会うとか言うじゃない、うん、本当に住んでたらあるね、会う意外と。あと会わないよって言ってる人は多分気づいてないだけなんだろうな。会ってなかったけです、うん、僕たちも結構ジャニーズの人いっぱい会ってるけど、周りが騒いでる時はないもんね。そうそう、うちらだけが気づいてるとか、うん、であとプライベートだからうちらも声かけないじゃん基本的には、うん、まあ、声かけないというよりもビビりすぎてるから、こっちも。そう、まあ、プライベートだし申し訳ない、まあ、会ったことあるし、うん、面識ある人だったら声かけたりするけど、うん、そんな話はちょっとしたいな。ないでしょこれ、他に東京じゃない人住んでたら。いや、だからね、最初東京出てきたばっかりの時は、うん、そんな芸能人会うとも思わないから、うん、ちょっとした方でもうわーってなってた。はい、ほんと一番最初出てきて東京だった人、ゾマホンなんだけど。ゾマホンがいる、うん、はぁーってなったけど、俺も何回もゾマホン見てチャリゾマホン、トホゾマホンコンビニゾマホン、俺だとコンビニバイトした時のゾマホン来たもん。コンビニゾマホン、ゾマホンだってなってるね。お釣り間違えてるゾマホンいっぱい見たよ俺は。わけですよ。まあそうじゃない、今日はジャニーズの、ジャニーズの、はい、一番最初、うん、でもチーザーとかやっぱ合ってるんだよね。合ってる合ってる、アンテナ張ってるってことなのかな、気づくんだろうね。いや僕はもう完全にあのジュニア黄金時代、初代、はい、ジュニア黄金時代、素顔とかの時代ね。そう、はい、新宿のホームに立ってました。うん、そしたら電車が来て、もう一番前なんだ、うん、でパーって行ったら目の前にタッキーがいる。うわい、ピシッタッキーおお、すげえ。いやそれはビビるわ。もう8位だ J とかの頃、目の前タッキーでしょ。アイラブジュニアのピシッとタッキーがいる。タッキーも立ってて、こうスー立ったらもう僕がいたわけです。アイコンタクトがもう、あれなんだよね、こんなファンさないじゃない。普通に考えたら、なんで周り気づかないのっていうぐらい全然周り。マスクとかも、もうせず。その時だってもう、なんか芸能人マスクつけるとかもなかったんだ。あったか、あんまないかって。ね、すげえな。で、その、ね、後々、富澤歌舞伎に呼んでもらうんだから、仕事でね、仕事。ね、打ち上げに、うん、その人から。数年後。そっから24、5年後に、20年後にこの人から呼んでもらうってすごいよね。運命というか不思議な。だからあのジュニアって、うん、あのなんかマネージャーがつかないとか、うん、もう基本電車移動です、うん、っていうから普通にいますよ。そうなんだよね、うん、だこの間のあの M ステの DVD、 ジュニア DVD 見て、その裏側のやつ見ててさ、今電車に来ましたと普通に言ってて、おー、うちらも普通に電車だし、結構売れてる芸人も別に電車だしね、うん、早いからね、東京に住んで。他は？あとあの、その本当その当時は、うん、渋谷で、今井翼くん、そこはもう囲まれてた。あ、まあさすが。なんか、あれなんか集団で移動してるの、なんだろうと思ったら、今井翼くんがいて、あー、いたりもあったり、はいはいはい、あとね、あとあの、まあ、以前ね、この別のとこでも話してるけど、うん、あのジェシーともあったでしょ。ジェシーとも歩いてて、でもその前になんとか面識があるから、あってジェシーが向こうからこう、でっかーいなんかイケメンが、イケメンですか、こう来てニヤって笑ってるから、怖い、なんかえ、何と思ったらジェシーで、おーで、政治があったり、指さされてるじゃん。指さして持たずに指さされてる。そう、すげえな。待ってとか、あとはあの、まあ、喋ったりとかはないから、一方的にただ、うん、って言ったのは、六本木で神宮寺くん。おー、いいなぁ。羨ましいなぁ。行って、電話しながらこう、はぁ、あ、神宮寺くんだ。いうのもあったり。だから僕は、まあ、あれだよね、だからその、ここでも喋ったさ、うん、あのチーヤンと待ち合わせしてて、うん、
ってね、俺がいて、うん、俺が信号待ちしてて、うん、横に背の高いおしゃれなイケメンがいて、うん、見ちゃうからオーラがあるから、うん、あるかな。で横顔で、ああ中村海斗くん似てるな、でも長けないしな、でもジロジロしないし、まあいいやって顔してた。でこう歩いてたちーやんがいて、でちーやんが俺に気づいて、おーって顔した後にすぐこっち見て、ってやりだしたから、あれ挨拶してる、あやっぱやっぱやっぱあれ認知なんだ、あともジャガンですあれってなって、すごい車でいいっすよ、ね、信号待ち僕横並んでましたよ、ちょっと声かけてくださいよみたいな。たぶん100メートルもないか30メートルぐらい距離でデートした俺俺はデート、あれは僕はデートだと思ってます。ウミンチとのウミンチとのソーシャルディスタンスデートをした。あと街中で本当にマスクもせずまんま普通に歩いてたんだけど、うん、お友達と2人で、うん、男性の友達と2人で、ああでこの人ね、ハソランだって話したから歩いてたのがヤマピー。おお、ヤマピーだ、すげえ。ヤマピー何もしないもんね。あとヤマピーのインスタで普通に電車のホームで、どこだっけな、どこだっけ、うちらもそこで写真撮ったんだよな、忘れちゃったな、大田橋じゃなくて、なんか変なところで、うん、まあ、変なところってあれですけど、普通に写真撮って、みんな、そんなホームにいるのみたいな、ヤマピー。あと、ハイハイジェット美少年とか、ああ、なんか言ってた、ね、は、収録終わりかなんか、収録終わりか、レッスン終わりかなんかで、なんか7、8人で歩いてて、うん、おーって言うの、声かけなかったんでしょ、いや、かけたらよかったね、すぐ面識もあったんだ、うん、あったんだけど、ちょうどこっちも仕事で打ち合わせに向かう途中で、あーって、あ急だってやっぱり、あーってなるよね。で、今痛い痛いって言ってたんでしょ。僕、あの子もあります。あの子ってそんなに歳変わんないけど、フォーユー、松崎くん。ここで本当に赤坂。多分ジャニーズ事務所も近いし、多分ジャニーズ行ってたんじゃない、うん、もう帰り、多分歩いて、うん、俺コンビニにいたのよ、うん、コンビニの前で俺電話してたの、なんかしてて、入り口の近くでね、そしたら、ちょっとバッグ持った背の高い衣装があって、パッていて、うん、あれ松崎君と思って入ってって、うん、あれ松崎君、松崎君だよ、うん、みたいな、高い、結構いい幅、うん、あかっこいいなと思って、でも俺はそこで待ってたから、うん、出てくるときに、これ挨拶してない、うん、出てくる、もう自動ドアで出てきた瞬間、このコンマ1秒で背の高さが全部ブルズルルルルってチェックして、あーやーかっこいいなーと、1秒デートした俺コンビニデート1秒でしたね。あと場所は言えないけどね、普通にそうだ、言ってた、ABCG のハッシュみたいな、ああ、そう、ハッシー見た。あ、でも道じゃないんだよな。店舗の中、まあ、店舗は別にプライベートだからあれだけど。そう。で、お店の中で普通にこう歩いてて、ああ、ハッシー。お、ハッシー。あれも、そのまま、うん。そのままのハッシー。言ってたね。でも周り誰も気づいてないし。うん、で、その日、仕事で、俺、河合くんと会う予定だったの。おお。河合くんとその直後会う。前にハッシープライベートで俺ハッシー、俺今から河合くんの仕事だよ、あったんだけど違ったって言ったから、ね、今から河合くんの仕事だよって思ってそうそうそう、あとまあプライベートとかではないけど、ヒルナンデスのロケで仲間くん、あ、うん、ロケしたでしょ、ロケしてた、カッパ橋で、カッパ橋のロケしてるところを、ね、で後々仲間くんに会った時に言った、うん、声かけてくださいよ、ね、ロケ中声かけないでしょかけれないですよ、そんな痛い原因がないですよいやいやいや、かけてくださいよって言ってね、その時は中村淳太君と、あと誰いたんだ、その時いや、分かんない、俺も気づかなくて、まあ、ロケ隊がいて、あ、なんかロケやってるわって言って、カッパ橋商店街ってめっちゃちっちゃいね、うん、食品サンプルってとかだからロケがめっちゃ多いのよ、で、あ、今日もなんかロケやってるなと思って、うん、店内をチラッと通りながらチラッと見たら、うん、ちなみに嫁が先に気づいたの、あれジャニーズベストの子じゃないって言って、えって思ってみたら、おお、中野くんだ、いやーすごい、他なんかある、あー、あと割れた、下北沢 の、うん、知り合いが舞台あるから見に来てって言って、うん、で、
で、まあ、本番前トイレが終わるのでトイレ行ったら、あのゴロちゃんが入ってきて、おえ、うわゴロちゃんだとか、あのおしっこしてるじゃん、うん、おしっこをし小さいトイレなの、うん、で入ってきて、じゃーってゴロちゃんだった、じゃーって力がじゃコロちゃんもシックなのかな、ツーションコロちゃんのツーションかなと思ったら、コロちゃん鏡を見てこうやってやって出てる。ああ、いやでもいい、コロちゃんっぽいね。俺もコロちゃん、まあ、テレビ局だけど会ったことあって、これトイレだ。トイレ行ったらあるんだな、トイレ行ったらあるんだな、コロちゃん。トイレ、これあの番組のオーディションだったね、モノマネ番組のオーディションでいて、うん、ちょっとトイレ行こうと思ってトイレ入っていったら、トイレからも背の高いスマ、あのビストロスマップの格好をした五郎ちゃんが出てきて、うん、俺、うわ五郎ちゃんと思ったら、ちょっと最初そっくりさんと思ったね、そのモノマネの応援者やってるから、うん、衣装も完璧揃えて、うわすげえ似てると思ったら、うん、タレントクロークの方にこう行ったから、おー五郎ちゃんだ本物じゃんって。それスマスマでいた直後ぐらいだったから、うん、挨拶してもよかったんだけど、うん、でもうわっと最初そっくりさんのイメージだったから、ああ違う、それはもうね、これアンテナ張ってってればね、だって今ジャニーズだけでこの話だけど、別に芸人さんとかいろんなジャンルで言ったらもっといっぱい見たことあるんだね。街中でコーチ君見たんでしょ。あ、コーチ君見た、ね、うん、そのあのレコメンで、まずレコメン僕たちがゲストで呼ばれて、でその時コーチ君もゲストで出てて、でその3日後ぐらいにスクール革命の収録だったり、これ多分まあそのストーンの話でもしてるんだけど、でその時に、あ、これらレコメンありがとうございましたって挨拶してくれて、イエーイ、でそらもう週2回やってるじゃない、うん、その2日後ぐらいに表参道でコーチ君友達と一緒にいて、うん、おコーチ君のまあ友達と一緒にいるし、一緒にジャニーズの子かなと思ったけど違ったから、うん、まあ挨拶してもあれだなってくらいでいいかなと思って、まあ、その週3回コーチ君だった。いやちょっと皆さんも多分ね、でもコーチ君は気づかれてた、そうだね、まあ、周りにしてないけど、うん、お手さんだって若い子こう歩いてったら女の子がずっと、あ、痛い痛いみたいな、うん、誰かいるのかなと思って俺もパッて見たら、うん、誰かいるかなってこう見てったらコーチ君だった、うん、おー、あ、コーチ君気づいてたんだ。だからね、やばい、いや皆さんもですね、多分街中で見かけたとかね、うん、そのロケしてたとかよりまあいたとか、プライベートのやっぱり興奮はあるよね、もしよかったらコメント欄で私誰々見たんだよとかって、誰々見たくらいで、それだけこっちもテンション上がるの、書いてくれたら、はい、嬉しいです。今日はジャニーズに街中で会っちゃったをお話ししました。ありがとうございました。はい、アンテナアンテナ、高評価チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。